はい、どうもこんにちは、阿鼻叫です。アンスコ第4回やっていきたいと思います。今回はですね、なんとクソパ VS クソパの試合を持ってきました。1試合目がね、永眠超最終4パということでね、もうクソパ中のクソパですね。もう本当にやってられんたるなんですけれどもね、ぜひその地獄をね、一緒に楽しんでいただけたらなと思います。で、パーチはね、もちろん最終いらないね、この情報ね噛むと思ったら噛まなかったから、ちょっと汗汗って感じいやもうね、最新パブね、めちゃくちゃきついよ。っていうか、なんかもう非殿堂級だと最新2パプラス傭兵占いみたいなのがなんか流行りだって聞いてね、結構みんな地獄を見てるようですね。まあ正直その編成だとあんだとね、いけないかなって思うんですけどね。まあ勇気を振り絞って4パと戦ってみまして、ワープないね、ワープないね。はい、なんとかね、意外となんか倒せたんだよね。やっぱファーチはね、最新そんな強くないんだなっていう風にね、思ったね。うん、やっぱりファーチで最初引くことが結構大事ってか、そんなこと言われても運ゲーなんですけどねで、まあ長距離張ってるの見えたんで、ちょっと椅子を寄せて圧をかけたいかなというふうに思います。で、今ね、パーティーの中にアン使いが2人いるのでね、ちょっと救助狩りの難易度が上がるというか、まあタイミングをね、熟知っていうかアンエースなんですけどなんでね、まああれなんだけど、やっていきたいと思います。まあね、なんもなんでもね、ハンターデース持ってたからってね、ほら、なんかね、対そのハンターが強いわけじゃないっていうか、もう私結構アンでボコボコのボコにボコられるんでっていうことでね、これ救助狩りできそうだったんだけど、ちょっとね、早かったり殴るのがね、もうワンテンポ遅ければいけたな。で、これもうね、裏から来るの分かりきってたんで、もう待機してるんだけど、全然反応できんかった全く反応できんかったよ、これもう最悪よ、マジで。いやー、最初のこのさ、椅子にワープ作れる仕様だけはね、マジでやめてほしい、本当に。これほんと最悪。これずるいよね、これ。これずっこいと思うんですけど。もうチェイス強い、トンネル強い、救助強いってもう意味わかんないんだけど、こんなボンボンぐらいしか潰せなくないですか？バイオリニストとか。ねえ、一体全体どうやってやればいいんでしょうか？わかりません。ということでね、まあでも、まだね、そんなにストレスはかかってないかな。寄せようと思ったら上がっちゃった。っていうか、二人もいるっていうね。寄せようと思ったら上がっちゃったけど、まだね、そこまで最初のストレスは感じてないですね。はい。まあでもこれ一瞬で裏切ってるんだけど、なんとね、5割超え。で、さっきの祭司が、近くの暗号機回してたのが分かってたので、ここで追います。ね。これ乗り越えるか乗り越えないかの読み合いだね。で、まあ乗り越えてくれて、まあ正直ね、割と積みだよね、あのポジションね。で、勝って、まあここ上がりかけなんで、ここ何号機守ろっかなっていう算段ですね。で、真ん中が揺れてて、一人が球場に来てるっていう感じですね。なんか裏から来そうな予感もしたんだけどね。全然見てませんでした。どっから救助来るかね、全然見てなかったね。いやー、やられちゃったな、これ。ほら、来たでしょ。一瞬の出来事だった。マジで。あとワンテンポ、これ猫早ければ噛めたのになー。ね、狙いは合ってるんだけど、ちょっとね、反発力っていうか、反発力って言えば引かれたねマジでほんとムカつく、ここの通路。狭すぎるんだよな。電車横が。無理だよね。この前だって、めちゃくちゃ壁によってハスターで引かれたもんな。もう意味わかんなかったもん、マジで。どうやって避けるんだよね。まあ、切れたね。それはランクもあったからマジで切れたけど。まあ今回はね、もう笑ったね。マジで引かれると思ってない時に引かれると笑うよ。マジびっくりしちゃう。はい、ここで板前スタン入って一発。でも全然ね、ここから伸びるのが最初なんでね、もう壁でシュン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 ってね、もうこうやってシュン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 、これね、成功だよ、成功。永眠超マジで成功よ。で、これ長距離ワープ入られそうだなと思ってたんだけど、追いつけそうだなと思ってたら、先にやられちゃったね。ここのね、ここはね、ここの板を割るべきだったね。うん。そしたら絶対長距離側に行けなかったんで、それかもうちょい長距離側に行かせてから飛び込めばよかったね。うん。ちょっとね、チェイスが長引いちゃった。まあ、ただここ猫広げたのが近づいてきてたから、ワープ通って行けるかなと思ったら行けましたね。まあ、大きい方の猫使わなくても行けたかな。うん。なんか、最近全然実はアンを触ってないというか、まあ、触ってるんだけど、それよりも女王、ハスター、ビオレッタ練習してて、まあ、それはね、もちろんアンをカバーするために練習してるんだけど、そのせいでアンあんまり触ってないからね、ヘッドたくさんやってんだろうな、さらにと思ったらね、なんか意外と頑張れた。思ってより頑張れた。うん。で、ここ1台とここ2台。まあ2連機なんだけど、2階建てだからさ、寄せたとこで全然圧かかんない。感謝だったらいいんだけどね。で、これはもうちょい早く戻ってこないダメだったね。目視してたから。で、ここの空振りがいらないでしょ？うん。まあクソパと戦いながら冷静にアンの練習しちゃってるんだけど。あ、ここの追い方がね、ここむずいんよね。ここね、ここなんで飛びつかなかったんだろうっていう謎の疑問ですね。うん。
まあその辺のね、うん、反射神経死んでるからマジで。いやまあここはもうちょっと圧をかけに行かないと間に合わないなと思って。でもこれうーん済んだね、完全に進んで、上も多分8割ぐらいかな。まあ厳しいね、厳しい。もうちょいか言い得れば張ってもいいんじゃないかな、最初ほんと思うんだけどね。傭兵ぐらいっていうのいい気がするけどな。扉の鍵を片手で持ってるから暗号機械とかが片手でしかできないので、めちゃくちゃ遅いみたいな。あってもいいと思うんだけどな。ということで、妻子、二人に半、一ダメ入りつつ、あ、ここね、ここのシュンシュンは追えねえわ。ね。もう嫌になっちゃうね。で、ここ守ろっかなと思ってるんだけど、まあ、なんかどっかに行ったなっていうことで、ちょっと揺れを確認してます。まあ、全回復の妻子追ってもなと思って、そしたらなんか立て直してるっぽいなっていうふうに気づいて、あ、立て直してきたかっていうことで、まあ、近くにいた妻子を追います。いやでもこうしてみるとほんとフィオナって衣装すごい可愛いよね。元の衣装も可愛いんだけど。で、これは入れ替わりにはまらなかったので一発殴って、で、もう一個アップがあるんでいけちゃう。カナピー。マジでカナピーよ、これ。で、これは墓場チェイスだね。墓場もまあ、最初強いからね。そりゃそうよ。だって赤の教会とかも墓場めちゃくちゃ強いでしょ、最初。それがさ、ただでさえ強い永明町にも墓場があるって思う。最悪ピーヒャラピーヒャラだよ、もう。追えないもんね、墓場の祭祀マジで。でもこれ完全に電車乗るコースだなと思いつつね、もう完璧に電車乗るぞと思ったんで、これね、ここで殴ればいいのに反射神経死んでるのと、まあ、アンの振りのおっさまって人下通で何この時間マジで世界の車窓からみたいな時間になってんだよな、マジで。な、本当に無意味な時間ね、これで、電車乗ってる時間まあまあ長いんよな。何これマジで。もう第五人格一無駄な時間だと思うわ、これ。いや意外とな、まあまあ長いのよ。で、ここでまあ普通に勝って、まあ、そっち側のゲートにいるんだろうなと思いつつ、ちょっとじゃあゲート寄せて圧かけるかと思って寄せるんですけど、いやこれね、気づかなかったのよね。ドア前に一人いて、その後ろにからね、もうちゃんと一人待機してたんよね。で、吸い込まれたんよ、これ最悪ピーヒャラピーヒャラで板当てされて終わったーだよね。終わったーって感じ。そしたら電車に行かれもうね、踏んだり蹴ったりだよ、マジで。ほんとね、永明町の最初は本当に最悪。電車も最悪だっていうことがね、もう染みたね。威嚇の瞬間移動です。はい、というわけで1戦目、クソパ対決、圧巻の敗北ですね。はい、2試合目でーす。レオーモの義士4派ですね。もう、最大12人いるという。もう狂ってる、マジで。で、レオーモの義士がまあ強い。ほんとね、弱体化後からずっと私はね、義士強いってずっと言ってたんだけど、もうね、ほんとに強い、義士は。で、これはね、見えた。猫で見えて、もう猫でね、そこら中にね、もうロボットと本体とね、もうそこら中に見えるんだよね。めちゃくちゃいるのよ、もうすでに。ここに4人ぐらいいたからね、もはや。ね、ここに2人目いるから、2人目。ね、すごいよね、もう、ロボットまみれよ。あっちゃこっちゃブー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 言ってるから、もうどれがどれやら全くわからんね。あそこがロボなのか、なんか乗り越えた音なのかも、もう、ようけわからんぐらいになってるわけですわ。マジでやってらレンタルだったね。で、偽証症の、ギシちゃんを追います。マジで、そう、それでさ、もうずっとさ、弱いとか、なんか、技術界の子とかもすごいいたんだけど、メカニックノーとか言われてさ、いやでも本当に解読管理うまかったし、もうチェイスも技術ですごい持つ子だったのに、全然技術使えなくなって慣れちゃって、いやもう第五やる意味ないな、みたいなこと言ってる子とかも結構いて、いやその子たちにさ、いやわかんないよ、マリーとか魔女わかんないけど、それ以外のね、ハンターにはもう、ハンターって、まあアンだけど、アンには全然刺さってるけどね、みたいな、強いと思うよ、みたいな。話もね、ずっとしてたんですよ。まあ、無情とかさ、ね、ちょっと義士がかもられちゃうようなハンターもいるけど、全然強いと思うけどね、とか、暗号機負荷かかんないハンター特にね、苦手だからっていう話もずっとしてて、そしたらやっぱり帰ってきたでしょ、環境。もうマジやだよね。言わんきゃよかった、もう。もうネガキャンすればよかった。もう義士使うやつ本当マジ無理。やめた方がいいよ、マジで。本当もう、なんかもうそれ良くないよとか言って、噂広めればよかった。マジ後悔だわ。強えんだ、普通に。それをね、レオモが特に強いって個人的に思ってんだけど、それを4パでやるって。もういじめられたくてしょうがねえんだ、こっちは。誤解を招くけど、もういじめられたくてしょうがねえからさ。
でそこでロボットうろちょろうろちょろしてて、そこにもロボットいいの見えて、それ見えた猫で、そしたら本体が、まあ、救助来てて、これあれだよね、あのペルソナコラボ一応救助狩り狙ったんだけど、なんかケバブってたね、一発目ケバブってて、もうで、あ、その修正入ったから、その攻撃で、硬直しなくなったからさ、ね、それきついよね。まあ、アンにはあんま関係ないんだけど、私、ハスターも割と使うし、ビオレッタもまあまあ使うんで、まあまあきつい修正だなと思いながらやってますけど。はい、で、もう3台ですね。まあ、ダメージ結構入ってるから、もうみんなロボ解読だとは思うんですけど、いや、これどうしようかなと思って、いや、ちょっとこれ、いや、どうしようかなって思ってるんだけど、まあ、とりあえずトンネルして、これ一瞬ね、工場内地下だったんで、地下釣ろうかなと思ったんだけどさ、仲直りがあるっていうチャット飛ばしてるな。笑うんだけど。で、やめて、なんでかって言うとね、近場の暗号機がね、ガンガン回ったんで、で、上がっちゃったんだけどね、あー、これいかんなーっていうことで。いやー、これね、ロボに、はい、刺さっちゃったな。あー、これね、トンネルすべきだった。いや、もうでも何しても無駄ですよ、この状況。いや、もう負けかけでしょ。マジ難しいね、必死4波。勝ち方がわかんねえよ。めちゃくちゃ強いと思うんやが。この解読圧かかんないハンターにとっては倒しようのない、ね、あれだと思うんですけど。でも、しょうがないからさ、もうしょうがないから。でも、通電待機してると思って、もう地下でワンチャン狙うしかねえかーと思ったんだけど。もうね、ゴリゴリ耳鳴りしてるんだよね。救助待機もいいとこだよ、マジで。これが 4VC の強さですよ。もう釣った瞬間来てさ、ここで殴ったのがいけないんだよな、私も。殴んないで上登って、もうね、そこで粘り合いをするしかなかったんだけど、焦って殴っちゃったから先に上がられて、もうこれタイヤリ GG でしょ。マジかーと思って。で、このコラボ衣装の義士の方が、もう完全に工場チェイス、充電工場でさせる気満々で、偽証証の子が飛び出してったんで、あ、これは偽証証の子を殴って、通電させるしかないなーっていうことで、まあ仕方なくこの辺で殴りますよ。で、まあ案の定通電して、で、上がった暗号機が月毛側だったんで、月毛側を開けに行くだろうという算段で飛んだらロボで、で、ロボ壊したら近くに COA のね、深淵印象の引きしちゃんがいたので追います。いやー、ほんと疑心音波強いね。まあ救助狩りも何もできてないからあれなんだけどさ、まあ強いですわ。圧かかんないからね。まあ救助狩り、全員救助狩りするぐらいじゃないと多分ね、勝てない。偽証書じゃなかったわ、これ。これなんだっけね、この、これかわいいよね、この黒白のやつね。で、また倒して、もう絶対救助されないように、まあ地下釣っとこうかな、みたいな感じで。で、近くにロボットいたのは見えたんで、それがこの子のロボなのかなと思って、まあ後で壊しに行こうと思っているとこだね。いやはや、まあ、優しいからね、みんな。衣装揃えてくれなかったんだよね。くれなかったっていうか、衣装揃えないでいてくれたんだよね。めちゃくちゃ優しいと思う、個人的に。正直これで衣装揃えられたらもう、チーンって感じなんだけど。ね、そこにいますね。ミニマップが反応しておりますが。まあ、ここにいて、まあ、殴りますよと。もうね、ゲートでブー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 鳴ってるんですわ。ロボ壊れた人とかも多分いるんだろうね。で、なんかわかんないけど、回復とかしてて。いいからね、来なくて。いいからマジで来なくて、と思いながら。もう追い出しに行きますよ。いやーもうさすがに、今釣ってる義士の子は多分解読してたはずなんで、ロボの電池残ってないだろうっていう算段で行ったんだけど、なんとね、救助されてんだよね。マジびっくらポンだったね、これ。マジと思って。やって、もんってやってられんたらだよ、マジで。椅子離れられねえんだもんな。義士いるとね。ロボ応急されちゃうからさ、通電後とかも椅子離れられないしさ、通電前もさ、もう椅子にいようがいまいが解読進んじゃうしさ、マジほんとね、激強プンプン丸だと思うんですけどね。で、見つけて、あ、やばいやばいやばいと思いながら、まあ、瞬間移動残ってるんでね、まあ逃がさんぞということで、追います。で、この辺に落ちちゃったらどうしようとかね、ちょっとブルブルしながら追って。まあでもね、この子はお友達の子だったんですよね。うん、疑心音波のクソパに入れてくださいって募集かけて来てくれた子だったんで、まあ、いやどう、これ、これな、そのままな、なんか、逃がしてあげるのも優しさかなと思ってさ、ね、なんか、ほら、友達、せっかく来てくれたしさ、いや、これ4逃げさせてあげてね、最後終わろうかなっていうことで、まあ、頑張って逃げろよ、ということで、こうやってね、応援してるんですわ。あ、ていうかなんか、この2人の衣装の組み合わせ、なんかいいね、黒白で、かわいいかわいい。嫌いじゃないね。で、あんちゃんのスタンプ、これしかないの、マジで草だよね。くだちゃい。せめてスタンプください。コミュニケーション、このスタンプでしか取れないの、マジ笑うんだけど。スタンプ欲しいな。ということでね、まあギリギリまでやったんだけど、気が変わったんで、釣りたいと思います。
もうね、ただの野草に詐欺だからこれ。もうね、ゲラゲラ笑ってたと思いますよ。はい、ちょっと奥で。というわけで三人ぎ GG でタイヤリでした。ありがとうございました。また次回の動画で。